元気かな。久しぶり。いやあ、どうも。フラペチーノさん、ハート、カンさん、花火、ユータくんお断りです。ゼータン、かわいい、ありがとう。レインボースター、ユータくんありがとう。真空剣さん、モリモリさん、花火、マクールさん、三寸玉、真空剣さん、花火、あ、読んだ。福ちゃんお疲れ。モリモリさん、金魚、響さん、バルーン、バルーンじゃない、花火福ちゃん、バルーン、マチュルさん、お断りです。ダレンさん、ハート、カズノシンさん、ハート、ありがとう。おたけさん、花束、ジンダイさん、お疲れ。ズーシミさん、サワッチョさん、ジンダイさん、ヒロッチさん、ジロくん、ユチョさん、シュンボウさん、オーカさん、コウさん、ソラソヨカさん、花火ありがとうございます。ハヤキチさん、かわいい、ありがとう。おたけさん、花束、ジンダイさん、お疲れ。アイスレモンさん、金魚、スケオさん、金魚、ありがとう。福ちゃん、コウジさん、金魚、藤岡猫ニアさん、花火、コカジアさん、三寸玉、葵さん、花火、アルテミスさん、金魚、おみかんさん、尊い、ありがとう。ガバイトさん、ハト、真空剣さん、ゼットさん、コカジアさん、花火、だるま、ありがとうございます。ヨシイさん、ペンライト、シュンさん、かわいい、ありがとう。アキモさん、花火、ガトーショコラさん、金魚、カメさん、おみかんさん、ズーシミさん、ガトーショコラさん、花火、カズノシンさん、レインボースター、アンバさん、かわいい、ありがとう。マモルさん、カメさん、花火、コウジさん、ハト、マオさん、お断りです。バラ、ありがとう。ダルマも、ありがとう。翼欲しいさん、金魚、しんちゃんさん、花火、マモルさん、一寸玉、ゼットさん、レインボースター、翼星さん、金魚、ありがとうございます。メロケンさん、さとこさん、ハート、一輝さん、花束、パルパルさん、一寸玉、カズさん、右田ピッポさん、花火、安部さん、金魚、クロさん、だるま、ありがとう。しおんなさん、クロさん、右田ピッポさん、ハート、夏みかんさん、金魚、マンテさん、ズーシミさん、オリちゃん、花火、ありがとう。クロさん、金魚、ありがとう。ユウちゃん、金魚、クワドリさん、花火、ありがとうございます。こんばんは。早起きさん、小判、アキさん、だるま、海田さん、花火、エノノンさん、金魚、ありがとうございます。こんばんはです。どうも。妹の友達の撮影会、撮影は結局ツーショットだけ、ツーショット写真だけ撮りました。しかももう本当に短い時間だった短い時間だし、私ほとんどなんか会話についていけなかった。なんかね、私のお母さんと妹のそのお友達の4つ下の私の友達なんですけど昨日会ったんだけど、なんかほぼ最近のその地元トークみたいな地元トーク、誰々さんちの誰々がみたいな話で、私年がさ違うから共通の知り合いじゃない人の話とかをされて全然ついていけなくて、ただ話を聞いてる時間でした。でも写真一緒に撮りまして、妹にねブロックを LINE ブロックしてるのを解除するようにお願いしとくねって言ってくれたんですよ。その子が写真を撮った写真を送るっていう口実で妹経由で送ってお願いするねみたいな話をしたのに、結局私のお母さん自体、お母さんを通して送られてきました結局ブロックは解除されずでございました。か
悲しい。めっちゃね、美人になってたんですけど、なんかギャルかったです。でも今時の若者みたいな。めっちゃそう明るくて、緊張しないとか言われて、私があんなに緊張したのに、緊張しないみたいな言われて、私が一番緊張してました。だってセリだもんみたいな言ってた。緊張しないよ、セリだもんみたいな言われて、10年ぶりに会ったんですけど、緊張してもらえなかったです。まこばやさん金魚、しーちさん金魚、ありがとう。けんけん金魚、ありがとう。そうよ、めっちゃ緊張したんですけど、だからその子の今やってる仕事の話とか聞いたら、もう終わったどういう仕事をしてるかとか最近のことを聞いたら終わりました。以上でした。また10年後って言って分かった。また10年後会おうねって言ってバイバイしました。ミキヤくん金魚ありがとう。そう、また10年、10年空いたので10年、妹が帰ってきたぞ。妹が帰ってきた。お帰りだね。お仕事お疲れ様です。ポストさん一寸玉ありがとう。うん、多分大丈夫だと思います。わかんない、いいんじゃないかな。月ちゃん花火ありがとう。そう、今日も仕事らしい。先八さん花火、ポストさんタコ花火ありがとう。別の部屋にいるから大丈夫なんですけど、クーラーを効かせるために違う部屋にしかクーラーなくて、ドア開けてるんですよ今。で、扇風機でクーラーの風を今この場所に送り込んでるから、もし妹が通るならなと思ったけど、大丈夫そうです今んとこは。そう、この部屋クーラーないから、隣の部屋から風を送ってます。かずきさん、ちんさん、ガトーショコラさん花火ありがとう。ごはんぱちさん金魚ありがとう。コナーさん一寸玉ありがとう。ありがとう。ここはお母さんの部屋です。私の部屋ないからお母さんの部屋で配信しております。楓さん金魚ありがとう。トールさん花火、しんちさん花火ありがとう。後ろにピクサー、わかる、これさ、私の最初ピクサーかと思ったよこれ。わかるよ、わかる。めっちゃさ、ピクサーのオープニングのやつだよねこれね、いるよね、こうやってピョンみたいなやつね。これは電気です。じゃーん、ドゥンドゥドゥン、ピクサーすぎる。昨日みんなトトロ見たのかな。トトロ見れなかったよ。おばあちゃん家で夜ご飯食べてたら気づいたらさ、やばい、メール送る時間過ぎてるやんと思って、インスタストーリーでパセリメールしました。
インスタストーリーパセリメールだった。ゆっくり過ごしてました。もうお腹いっぱい食べた。おかわりしまくり。トトロトトロ、さやの解説で見た。私もしたかったな、実況。実況したかったぜ。スイカ食べてない。まだ冷やしてないですね。明日食べようかな。トトロトトロ、僕らのオクラさん、アイスありがとう。トトロ見てないよ。私はおばあちゃん家から帰ってきてて、ちょうどその時間、移動中。黒さん、三寸玉、石川先輩お断りです。秀休みさん、レインボースターありがとうございます。昨日の晩御飯は何でした？昨日はもう豪華贅沢なご飯で、おばあちゃんの手料理だったんですけど、炊き込みご飯、刺身、いろんな刺身の盛り合わせと豚しゃぶサラダ、ささみと昆布のごま油のなんかあえたやつと、私のリクエストの酢の物、タコの酢の物と、あと、あ、手羽元のさ、わかる？煮てあるやつ、手羽元の甘辛煮みたいなやつとか、あとそれだけかな。そんなもそれだけとか言ってめっちゃあって、すごいボリュームでおかわりしまくりました。豚しゃぶサラダはピエトロドレッシングだったピエトロ。やばい、暗くなってきた。電気つけなきゃ。これにするかな。やばい、取り調べみたいになっちゃった。取り調べ感出てる。一粒の麦もしさん、三寸玉ありがとう。ミックさん、金魚、安尾くん、カズさん、山猫坊主さん、読売巨人軍さん、花火、カズノシンさん、レインボースター、ミキヤくん、ハート、ありがとうございます。ありがとう。レネさん、金魚、シーチさん、三寸玉ありがとうございます。大吉さん、ハートありがとう。電気つけよう。まこさん、ハートありがとう。電気つけましょう。土の子さん、お断りです。電気、おすごい、暖色の電気だった。どうも、明るいですね。明るいけど、なんか明るいけど、あれしなきゃ。最近 X で見る、誰か顔だけ明るくできませんか、やつしないと。血色感ありすぎる顔。血色しかない。ブンさん、フジポン、花火、いっちゃん、金魚と花火、ひろちさん、三寸玉、かいちゃん、ハートギフトありがとうございます。かいちゃん、バラもありがとう。なっちゃんやってた。なっちゃんマジで最先端。なっちゃんって本当に流行をさ、察知する能力が高い。マイキューの新種を私会に行ってきたよ。可愛かったですか、マイキューさん。いいね。明日もでしょ。明日は大阪の方々。コウさん、お断りです。そう、なっちゃんがその X のブームを、 SNS のブームを掴むのが早いなって、私が実感したのが、おい笑えるっていうやつを見た時に、なっちゃんっ
すごいやんってなった。もうノート大丈夫かな。パセリのアイス渡し会はぜひ聞いてほしいんですけど、今日このね、今日この服着るの2回目なんよ。買ってからなんとアイスのチョコレートを5箇所もこぼしてしまいました。つらい、つらいです。ちょっと残ってるシミが、つらいです。悲しい。この前、これは岡山に行った日に初めて来て、今日がまだ2回目、本当に2回目なの。悲しい、悲しすぎるよ。そうね、クリーニングに出すしかない。可愛いワンピースだから。これは前回の6月かな、6月の帰省の時にお母さんとお買い物に行って買った、買ったのは自分なんですけど、お母さんと一緒に買い物に行ったっていう思い出込み込み込みのお気に入りワンピ、トスのアウトレットに行って買った。そうね、前掛けね、よだれ掛けして食べなきゃ。次から気をつける。いや、今日はいけるって思っちゃったんよ。今日はいけると思ったらいけませんでした。ちょっと目に光を入れたい。お、いいじゃん、いいじゃん、明るい、お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ゆたパパさん、三寸玉、かまちゃん、花火、ちいさん、花火、しんいちさん、ファイト、神代さん、回復薬ありがとう、こうさん、花火、ジャクソンさん、 STI さん、ハト、こうさん、お断りです。あれ、ひろちさん、たまやありがとうって言ったかな。たまやありがとう。みゆらっちさん、一寸玉、おみかさん、花火、みきやくん、ハト、ガモーさん、金魚、ありがとうございます。いっちゃん、お断りです。似合う、ありがとう。カズヤさん、タコ花火ありがとう。福フェスのチケット発見してきた。あ、もう発見なの？早っ。もう福フェスの時期か。福フェス楽しみやな。超楽しみ。ね、夢タウンの歌楽しみだよ。池田ゆらちゃんがなんと夢タウンの、あのみんなおなじみ夢タウンソングを歌うらしくて。ハロー夢タウン、ゆうゆうゆう夢タウン、ゆうへみ夢タウン、あなたと私の夢が広がる夢タウン。なんと明日から全国の夢タウンで流れるらしい。やばすぎる、やばいよ。次に行きたい。長崎は夢サイトですね。最近地元に夢マートができました。夢マート。大愚さん、金魚、阿部寛さん、花火、梅さん、ハト、ガトーショコラさん、一寸玉、ドクタケさん、三寸玉、のぐっちゃん、一寸玉、ゆうぴょん、ハトと可愛い、ありがとう。カズさん、花火ありがとう、ありがとう。夢タウン、夢タウンはもう私がちっちゃい頃から家族のお出かけスポットとして、もう私は AKB さんのお話し会、握手会とか行く時は福岡で握手会終わったらまず福岡の夢タウンに行って、で福岡で2店舗ぐらい夢タウンにはしごして、で佐賀の夢タウンに行くんよ。でその後佐賀県にある武雄の夢タウンに行くっていうその夢タウンルーティーンがあって、そう夢タウンはしごしてたぐらいに夢タウンガチ勢だったんですね。
で今も広島でゆめたん結構頻繁に行くので楽しみです。同期の歌声が聞けるのが。しんいちさん金魚ありがとう。トニーさんハット、すきおさん金魚ありがとう。そういっぱいあるんです。あ、愛媛は富士、そうだね、富士だね。でも広島も富士多いよ。富士も好きよ、富士も行きます富士も行ってます。富士富士富士。むぐっちゃんハート、まるひのさん金魚ありがとうございます。そう、今はこれどう配信してるかっていうとじゃん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 、このベッドの上に段ボールを置いて配信しています。なのでこうやってこんな感じです。配信スペースがなさすぎてこんな感じです。新聞記者のともやさん三寸玉、阿部博さん一寸玉ありがとうございます。そう、ラスクの箱ですねラスクの箱に東京ラスクって書いてる箱に置いてます。 Z さんレインボースターありがとう。キムさん三寸玉ありがとう。花火もありがとう。そう、ベッド、お母さんのベッド、畳、畳ベッド、そう斜めなんですよそう、このこれから先行けないのベッドで。トニーさん花束、パパパンダさん花火、ミキヤくん金魚ありがとう、リュウヤさんレインボースター、ニシさん花火ありがとう。夜ご飯は昨日おばあちゃん家で食べたご飯の残りです。もらってきたやつです。あと多分そうめんとか刺身も買ってきた。でもアイスを買い忘れて、家にあるアイスで、もう家にあるアイスを食べるしかないって、妥協アイスだったんですけど、個人的妥協アイスしてたらそういう気持ちで食べたバチが当たって、この新品の服にこぼしてしまいました。5箇所も。そんな気持ちで食べるなって神様に怒られました。多分そう、チョコがついてた、そう、バニラアイスにチョコレートがついてて、パリパリのね、罠なんですよそういうのが一番パリパリのアーモンドとかついてるチョコのやつがパリパリすぎて噛んだ時に弾け飛ぶんよ、ピョン。それが服に落ちたらもう終わり、終わりです。やっちまった、学習しません。こんだけアイス食べてんのに学習しません。カズノシンさんレインボースター、しんいちさんアイスありがとうございます。阿部寛さん一尺玉ありがとうございます。そう、取ろうとしたら溶けちゃって取れなかった。夏は毎日アイス食べないと気が済まないの。いいえ、逆なんです。夏の方が食べてないんです。なんとびっくり。昨日はね、あ、昨日は2個食べたけど冬の方が食べてる。夏はもう暑すぎて、暑さに気を取られてアイスのこと考えられないぐらい、もう暑さにやられて食べれなくなっちゃう。そうなんです、困ったよね今日はね。では今日はずっと私がエステ入る前から行ってみたかったお店に行って、フルーツ屋さんに行って
めっちゃいいとこのフルーツさん行って、そこの季節限定のパフェを食べましたので、ソフトクリームがこんな詰まってて、お母さんと言ったけど、お母さんがまだ上のそのパフェの皿の上の部分食べてる時に、私はもう完食してまして気まずかったです。そう、美味しかった。また写真載せます。イチジクのパフェ食べた。でもシャインマスカットにしたらよかったって思って、シャインマスカットがね高かったんよ、ちょっとっていうか結構で、イチジクはイチジクのパフェ珍しいからイチジクにしようって、お母さんが桃にして、食べ終わった後に近くの八百屋さん、商店街通って八百屋さん通ったら、イチジクが200何円でシャインマスカットが1000何円って売ってたんですよ。わあ、絶対これさっきの店でシャインマスカット食べたらよかったわあ、悔しいってなって今に至ります。そう、イチジク、シャインマスカットね、シャインマスカットと思い出しました。去年あの瀬戸チャレっていう番組でご一緒した学天則さんが、さっきあの青空レストランに出演されてて、お母さんがあれ一緒に馬州山ハイランド行った人たちだよって言って、一緒にシャインマスカットを食べた仲です学天則さん、シャインマスカット食べた、一緒にジェットコースター乗った。サンちゃんだよ、金魚ありがとう。そう、お母さん結構チェックしてますよ。あのね、この前はあのソラハさんが出てたラーメンの番組見たよって、TVer で見たよって言ってた。 TVer 便利やな、ほんと。さんちゃんだよ、花火ありがとう。今さ、青空レストランって言いたかったのに広島満点ママって言いそうになってさもう広島満点ママが好きすぎて、もう全て支配されてた脳みそ。あ、満点ママじゃない、違う、なんだっけ、青空レストランだよ。リュウヤさん、花火 G2 さん、かわいい、ありがとう。そうよ、学天則さん最近テレビでよく見るよってお母さんが言って、そういう話をしましたね。あとはね、あとね、あ、この前私の地元に矢吹奈子さんがボートレースのイベントでいらっしゃってて、ボートレースのね CM されてるんですよ、矢吹奈子さんが。お母さんは見に行ったらしくてボート場行ったことないのに、矢吹奈子さんを見るためにボートレース場デビューしたらしい。私もさ、下関と宮島と住之江、この前イベントで行かせてもらってさ、ファンの方が初めてボート場行くよって方いたけど、まさか私の母までびっくりです。そうよ、しかも私のアクスタ持って行ったらしい、かわいい、パセルのアクスタを連れて見に行ったらしいそう、地元のねボートレース場でも STU でイベントしたいですよね。ノブさん、エリオさん、金魚ありがとう。そう、有名だね、ボートレース発祥の地、発祥発祥。うん、なんか初めて買ったらしいよ、100円かけたって言ってました100円分買ってみたって言ってた。しんいちさん、金魚、おりちゃんだるま
ありがとう。ありがとう。陣内さん、三寸玉、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ね、そう、AKB さんも同じ日に。なんか、いろんな場所で、佐賀の日は、AKB さんもいたし、HKT さん、いや、違う、SKE さんも、なんかイベントしてた。ね、福留さん、福留さんもよく最近テレビで私は見てますよ。ゆきりんさんと共演したの見てるよ。兵庫県出身、実さん、金魚ありがとう。金魚金魚、兵庫県すごいね。兵庫県といえば、この前県民賞でイボの糸やってて、イボの糸の高いやつ食べてみたいと思った。もうテレビに影響されまくりだから、わ、イボの糸一番いいやつ食べたい。何種類、7種類って言ってたっけ。なんか種類が紫とか黒とかいろんな種類があって、黒がいいやつみたいな、そう、箱入れのやつ、そうそうそう、あれ食べてみたい。そういう兵庫県ですよ、イボの糸。なんか麺の細さと小麦がまた違うらしくて、食べたい食べたい。どうす、中田さん、金魚お断りです、ありがとう。黒帯のひねっていうの、あ、詳しいと思ったら兵庫だった。兵庫。今回の帰省はなぜか兵庫土産ばかり。お母さんに渡したのも、お母さんに渡したお菓子2つとも兵庫土産だし、おばあちゃんに渡したのも兵庫土産。新神戸駅で買った兵庫土産。この前ね、徳島か、徳島のイベントの帰りに買った、淡路島のサービスエリアで買って、で新神戸駅でも買って、全部兵庫県のお土産。兵庫でね、昨日おばあちゃん家行ったんですけど、また私のおばあちゃん、ソラハさんのことソハラさんって言うんだけど、セリカ、ソハラさんとはまだ一緒にいるのみたいな、ソハラさん、ソハラソハラさん、一生ソハラさんって呼んでるんですよ。絶対名字と思ってるから、ソハラさんで、毎回帰省するたびに、セリカは、沖さんがいなくて寂しいでしょうって言われる。沖さんいなくて寂しいだろうと言って、寂しいねって。でね、おじいちゃんも亡くなっちゃったんですけど、おじいちゃんが、よく、私のショールームをね、見てくれてたらしくて、で おじいちゃん実はめっちゃボート大好き、ボート、私がちっちゃい頃からボート大好き人間だったんですけど、なんか私のおじいちゃん、今日はこのファンの人何位になるかなっていう予想をしてたらしくて、人の配信、私の配信見ながら、今日はいつもこの人何位だけど今日は何位かなって。もうさ、亡くなった今知らされる独特の楽しみ方をしてたらしい。ね、それを昨日聞きました。もうおじいちゃん亡くなって1年半ぐらい経つんですけど1年半、亡くなって1年半後に知る事実が
新事実がね、おもろかった。恥ずかしい。ね、びっくりよ。そういう見方もあるんやと思って。コメントとかさしてくれたことないから、多分アカウントはなかったんやけど、その配信を見てなんかファンの方の名前も覚えてたらしくて。すごいよね。ファンの方の名前も覚えてし、私のよく話すメンバーの名前も覚えてた。そうね、びっくり。それを突然昨日おばあちゃんに聞いて、なんだこのエピソードって思ったから、ちょっとみんなに話しました。リュウヤさん、レインボースターありがとう。なんかみんなに話すエピソードあったかな。なんかあったかな。クワドリさん、花火ありがとう。持ち肌さん、金魚ありがとう。あ、おみやさん、おみやさんの再放送を今やってるらしくて、昨日はおばあちゃん家から帰ってきて、お母さんと二人でおみやさんの再放送を見た。ドゥルドゥルおみやさん、おみやさん。しんいちさん、レインボースター、かまちゃん三寸玉、のくさん花火、ひろさん三寸玉ありがとうございます。おみやさん知ってますかね、みんな。おみやさん、ぼくれんぱさらんさん、ハートありがとう。ちーつーさん、レインボースターありがとう。おう、みんな知ってる。よく見てたんですよ、昔から。だから久々に実家を感じた。夜勤行ってきます、頑張って、気をつけてね。ミックさん、ハートありがとう、頑張って。あとはなんかあるかな、エピソード。なんだろうな、もうなんか方言が、方言、帰ってきたら耳に入ってくる言葉が全部イントネーション違うから、すぐあの頃の記憶が呼び戻されるというか、すぐなまっちゃう。ショールーム中はそんなことないんですけど、なんか家族と喋ってると、わ、なまってるってなる。自分の声とか聞いて、おおって。でも逆に喋ってる時に、その広島で周りのさ、メンバーの広島弁とか関西弁とかがいつの間にか染み付いてるんだなっていうのも感じます。うわ、私家族とこのイントネーションで話したことないわってなる瞬間が結構あって、うわ映ってるわーって、染まってるわーって なる。でも多分この帰省が終わって広島帰ったら、逆にこっちの言葉になってるから、もうすごいことになりそう。妹が一番ね、方言強くて、妹高校の時に、もう今社会人なんですけど、高校生の時に寮に入ってたんですよ。高校の寮に入ってて、その部活が強いとこに入ってて、だから県外から沖縄とかいろんな場所から、佐賀とかなんかもういろんなとこから寮に入ってる部活の友達たちがいたから、もう方言が混ざってるらしくて、でさ、妹の喋りを聞くからこっちも映って、全部混ざってる、全
部混ざっちゃったよ。もう自分の本来の方言がわからなくなりました。昼休みさん、一寸玉ありがとう。バッテン、バッテン、おばあちゃんは言うかも。バッ、なんとかとバッテンって言うかも。あ、今日はね、あれ見ました。アリーナ、長崎に新しくできるアリーナ、アリーナ見てきた。スタジアムも見てきた。ハピネスだった。なんだっけ、もう一個、ハピネス、ハピネスがアリーナで、スタジアム、ピーススタジアム、違う、ピーススタジアムかな、見てきた。ハッピネス、あ、そう、ゆかるんさんだった。そうなの、ピーススタジアム合ってる。広島がピースウィングスタジアム、なんか似てる、似てる。そう、アリーナできてた。あ、そうじゃん、福山さん無料コンサート、え、そうだね、この前その話しましたね、福山雅治さんの無料コンサートって。それか、そうなの、路面電車の駅の名前が変わるってちょうど今日教えてもらった。ね、なん、どこだったかな、宝町、宝町と前座町がどっかの電停の名前変わるらしくて。でもさ、電停の名前とかってさ、もういろんな世代の方が慣れ親しんどるから最初わからなくなりそう。覚えるので精一杯ね。やばい、足がしびれてきた。電停、路面電車の、あと久々に長崎ブリックホールの近くを通って、ブリックホールは私がよく見に行ったんですよ。 HKT さんのね、九州7県ツアーかな、九州7県ツアーっていうのがあって、それを見に行って、その時に宮脇さくらさんの投げたタオルをゲットした思い出のブリックホール、久々、久々に通りまして、懐かしくなった。え、そう、でもね、サインとかなかったから、そう、サインとか書いてなくて、普通にグッズで売られてるタオルやったからさ、もう証明するものがないんです。だから私もだんだん年数が経ってきて、いや、あれは私の作り出した嘘の話かもしれないみたいな思い始めるぐらい、そう、証明できるものがないんよ。そう、しかも洗濯しちゃった気がするんだよね。普通に洗濯してしまった気がして、何年前だろう、あれって何年前ですか、8年9年10年、結構前、メロンジュース、ん、違う、桜みんなで食べた初披露とかの時でした。だからめっちゃ前です。3期生 HKT さん、今7期生まで言うけど、3期生入ったばっかりぐらいの時のライブだったから、もう10年経つかもしれない。タニヤン、花火ありがとう。10年前か。はあ。そう、ナコミクさんがデビューしたぐらいの時。そうよ、そうよ。タニヤン、一寸玉ありがとう。声聞きづらいですよ。これはわざとです。
仕方がないんです。ちょっとあまり声出せないので、今実家にいて自分の部屋がないので家族の生活音とかを入れないようにこう離れてるんですけど、わざとボソボソ喋ってます。わざとです。か普通にさ喋ったら全部この多分この声でも家族に聞こえてるからね。物置配信思い出す。めっちゃオーディションの頃もこういうコメントばっかりだった。もっとはっきり喋った方がいいですよとかもっとハキハキしないとですよみたいなコメントあったわ。ポンさん、花火、ヤマさん、三寸玉ありがとうございます。妹もいるよ、帰ってきた。さっきマルさん、花火ありがとう。家族、コメントしたことない、コメント来たことないで、わかんないです。実はこっそりかも、こっそりかもしれません。タンス、これはタンスの模様です。普通にくっついてるやつ、くっついてます。タンタン、花火ありがとう。新一さん、花火ありがとう。お父さん、そう、今日も単身赴任中。もう1年以上会ってません。悲しい。この前のツアーは来てくれたんですけど会えてなくて、新幹線の時間の都合で終わる直前とか、お見送られ会の前にもう会場出ちゃってて会えてない。そうなのよ。タンスにシール貼ってるのはもう一個隣のタンスです。あっちのタンス見えますか？あれです。あっちいっぱい貼ってます。そう、お出迎えの日じゃなかったの。そうなの。タンス紹介助かります。ご清聴ありがとうございました。何の話したっけ。もうご飯できるかな、もうできたのかな。45分、今半、45分まで配信したら終わろう。多分できても呼ばれないからもう自分で行かなきゃ。あ、今38分。あれねえねえ、実家の時計もずれてるんだけど。え、やっぱ親子やな。私の広島の家も時計ずれるし、実家もずれるし。身長を測った柱の傷ありますか？昨日おばあちゃん家で写真撮ってきたよ。パセリが最後に測ったのは平成23年って書いてた。平成23年って何年ですか？何年前ですか？平成23年って書いてた。結構最近？ 13 年前？嘘。最近とか思ったら13年前のパセリの身長書いてあったよ。書いてありました。写真撮ったけどね、妹の名前とかいとこの名前がめっちゃもうどん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 重なって書いてあって、定規以上にもう細かい、定規のメモリーよりもなんていうの、感覚の狭い線が引いてあるから、もう名前をぼかすのキリがないってぐらいあって、載せれなさそうだった。載せようと思って撮ったんですけど、いっぱい書いてあった。ジェリーさん、花火、
セブンさん、レインボースターありがとう。平成12年が2000年。お、あ、平成13年が2001年っていうのはわかる。妹が2001年生まれだから、そうやって覚えたらいいんか。おお。平成30年が2018年。なんか難しいよ。パパパンダさん、ありがとうございます。お、41分。じゃあそろそろ壇上を読んで、家族との夜ご飯タイムにしたいと思います。ゆたパパさん、三寸玉。中田田さん、金魚。ありがとう。梅さん、ハートギフトありがとう。どうしよう、みんな食べ終わってたら気まずい。一人で食べるの寂しいし、気まずいし。うわぁ。うっかりあんこさん、お断りです。この配信の声がさ、聞こえてると思うんですよ。で、この後さ、普通にさ、あの、家族の一員の顔として部屋に入っていくわけなんですけど、どういう顔していたらいいんですか。緊張しちゃうんだけど。パンダさん、金魚ありがとう。パンダさん、お断りです。やばい、緊張するとか言って、お母さんと妹しかいないよ。お母さんと妹に緊張するって何。分かった、堂々と言ってきます。では壇上を読みたいと思います。いきます。13位、陣内さん。12位、カズさん。やばい、お腹鳴っちゃった。13位陣内さん、12位カズさん、11位カズノシンさん、10位新一さん、9位ひろちさん、8位クワドリさん、7位 Z さん、6位一粒の麦もしさん、5位阿部寛さん、4位昼休みさん、3位ゆうたくん、2位いっちゃん、1位じつさん、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。ちょっと帰省中の時は急に配信始まったり、声ちっちゃくこうボソボソ喋りになることも多いのですが、皆様お付き合いいただきありがとうございました。この後はのび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 ぐーたらして、早寝早起き頑張りたいと思います。行ってまいります。ご飯、うわー、夜ご飯では、おやすみなさい。またねー。